昭和モダン。昭和モダンとは、昭和時代の初めの1930年代に、花開いた和洋折衷の近代市民文化のことである。現在では1920年、大正9年以後の文化、大正ロマンをも含む。昭和時代は、第二次世界大戦を挟んで、戦前と戦後に分かれるが、昭和モダンは、戦前に該当し、戦後の文化は、平成時代の文化との比較から、 昭和のスタルジーと呼ばれる。関東大震災という大事件の後、昭和という時代が始まるが、その頃の世相は5.15事件、2.26事件などが起こり、戦争の影が忍び寄る時代であった。その一方で、1910年頃にヨーロッパで花開いたアール,ル・ヌーボーやアールデコといった機能と美しさと兼ね備えた様式が日本にも、 浸透していった。フランスのシャンソンやアメリカ合衆国で流行ったジャズや、チャールストン、カルロスガルデルが歌うアルゼンチン単語といった、大衆音楽も蓄音機の普及やラジオ放送の開始などで多くのが聴くようになった。また、ハリウッド映画の早々期であり、チャールズ・チャップリン、バスター・キートンといったコメディアン、グレタ・ガルボ、マレーネディ・トリヒといった女優の出演する映画が、 映画館で楽として見られるようになった。チャップリンはこの時期に来日している。映画の技術革新が進み、サイレント映画からトーキー映画への移行が見られたのもこの時期である。このように大衆文化が開花した時期には、クラシック音楽ではトスカニーニ、ラフ・マニノフ、コルトエンリコ・カルソーソティノ・ロッシなどの優れた音楽家、ピアニスト、歌手が活躍し、日本でも 人気を博していった。山田耕作は、ラフマニノフの来日を、後年で迎えている。アメリカやフランスの新しい文化が流入、需要される中、日本でも、西洋の影響を独自に消化した文化が、醸成されていった。大正時代に引き続き、竹久夢二の美人画や、高畑歌唱の美少年、美少女の挿絵などが絶大な人気を得、北原白秋。 西条八十などの作詞による、序成詩が愛読、学うたいされた。また、改造、キング、文芸春秋などといった、総合雑誌や、岩波文庫や演本と呼ばれる廉価な書籍が、刊行され、教養の大衆化が進んだ。川端康成、横光李一などの新感覚派文学や、吉川英治、中里海山などの大衆文学が出現。雑誌、 新青年などでは、江戸川乱歩や夢の旧作などの回帰幻想趣味、あるいはエログロナンセンスと呼ばれる作風が一世を風靡し、また日夏光之助が東西古今の回帰、幻想作品の紹介を行った。黄金バット、福ちゃん、野楽黒、少年探偵団シリーズといった児童向けの娯楽作品が流星を極めたことも記憶に値する。その他、映画では、 嵐勘十郎、大河内伝次郎、坂東菅三郎といった時代劇スターが現れ、音楽では、服部良一、小川正夫や中山新平といった、作曲家や淡谷のり子、藤山一郎、庄司太郎、リックミネなどの歌手が活躍した。川畑文子や、ベティー・イナダ、バッキー・シロヘンら、日系アメリカ人が、本場仕込みのジャズやハワイアンを武器に活躍したのも、 この時代の特徴である。大劇場の建築ラッシュが起こり、都心部に東洋劇場、日本劇場、東京劇場、宝塚大劇場、東京宝塚劇場、日比谷映画劇場が建設された。また、生活様式も大きく変わり、服装も女性は着物、和服に日本紙といったものから洋服を着、 断発死防死を被るといったことが一部の務め人の女性では一般に浸透しつつあり、それに伴い女性の社会進出も進み、バスガールと呼ばれたバスの女性車掌やウェイトレス、当時は、女給と呼ばれたなど、職業婦人が出現するようになった。最先端の様相を着た女性は、モダンガール、モガと呼ばれるようになった、男性版のモダンボーイ、モボも存在した。 市民の足として、鉄道会社が開発する沿線の土地には、住宅が建てられ、そこに暮らす人々が、ターミナル駅のデパートで休日に買い物などに、立ち寄るといった、市民生活が一般的になったのも、昭和初期らであった。この時期に開店した主なデパートとして、世界初のターミナル駅デパートである阪急百貨店を、はじめ、三越百貨店、大丸百貨店などが挙げられる。 都心部では地下鉄の建設が始まった。日本における最初の地下鉄である東京地下鉄道、現銀座線は1927年、昭和2年に、続いて大阪市営地下鉄が1933年、昭和8年にレゾレ開業している。洋行帰りの実業からが洋食のレストランを開き、都心で成功を収めるようになったのもこの頃である。当時のカフェは、 独身男性の利用が主であったが、いずれもモダンさが受け、人気が高かった。ライスカレー、オムライス、カツレツなど現在では定番となった洋食メニューが好んで賞味された。またお子様、ランチ、森永ミルクキャラメル、蜜やサイダー、カルピス、インスタントコーヒー、ネスカフェ、サントリー各瓶など、現在でも愛食、愛演される商品が数多く開発された時期である。 前述の鉄道沿線開発では、阪急電鉄の小林十三、東武鉄道の根塚一郎の近代で延々とし、建設は名高い。宝塚大劇場や、甲子園球場が開場したのはこの頃である、阪神館モダニズム。モダニズム建築や、アールデコ様式がもてはやされ、旧山村家住宅、甲子園、ホテル、道順会アパート、セール家国際病院、旧病院棟、 伊勢丹新宿店、旧朝香宮邸などが建設された。5.15事件や2.26事件以降の軍部の台頭と政党政治の終焉以降の1930年代後半、五郎には日中戦争の激化と世界的な国際関係の緊張を受け国家総動員となり、これらの文化は軟弱で贅沢、反、新体制的として排斥され、 昭和モダンは終わりを迎える。いずれも太平洋戦争開戦前、および食料配給制前、当時の明るい面での市民生活を忍ばせる内容となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。